オバマ大統領は22日、ニューヨーク市内で演説し、金融規制改革の早期実現を訴えるとともに、金融業界に対して法案の支持を呼びかけました。たった今、大統領が到着しました。金融界との対決も辞さない構えを示している大統領、ウォール街を抱えるニューヨークで金融界の規制改革についてスピーチします。I'm here today specifically when I speak to the titans of industry here, because I want to urge you to join us instead of fighting us in this effort. I am here. オバマ大統領は大手金融機関の首脳陣を前に演説し、現在審議中の金融規制改革法案について、最終的には金融業界の利益にもなると述べ、反対の根強い金融業界にも協力を呼びかけました。また、金融機関によるリスクの高い投資の規制や消費者保護の重要性も改めて訴えました。